はい、朝ドラ大好き、まこきたさんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はランマンの次週予告ですね。第3週の予告について紹介していきたいと思います。いよいよ18歳になった万太郎が描かれるということで、神木隆之介さんをはじめ佐久間由衣さん、志尊淳さんが初登場となり、物語は本格的に始動します。ここからはネタバレを含みますので、その点だけご注意ください。それではよろしくお願いします。はい、第3週のタイトルは上楼ホトトギスです。このような外観の植物で、日本には10種ほどのホトトギスの仲間が自生していますが、上楼ホトトギスは四国の太平洋側の地域に特産する種類で、山地の渓谷の湿った岩場や崖に見られる、そういった植物のようですね。現在ドラマの舞台になっているのは、まさに四国の太平洋側土佐ということで、万太郎の身近にあった草花と言えるのではないでしょうか。第11話は18歳になった万太郎です。18歳になった万太郎は植物採集の最中、見たことのない美しい花、上楼ホトトギスと出会うようです。はい、ということで大人になった万太郎役を演じるのは神木隆之介さんです。一方姉の綾は縁談より酒造りに興味があり、蔵人の幸吉に作り方を教えてもらうことになるようです。姉綾役を演じるのは佐久間由衣さん、幸吉役を演じるのは笠松翔さんです。幸吉は幼い頃から峰屋に出入りする蔵人、毎年秋から春にかけて農村から蔵へ酒造りに来る、そういった人物のようですね。奉公人の竹雄は立派な働き手として万太郎を支えながら、綾に密かな好意を寄せているようです。そんな竹雄役を演じるのは志尊淳さんです。ある日峰屋の酒を東京で開かれる博覧会に出品しないかと話が舞い込んでくるようですね。先ほど説明した通り、竹雄は綾に好意を寄せていますが、綾の方は蔵人の幸吉に好意を寄せていく、そういった恋バナがサイドストーリーとして描かれていくようです。第12話は万太郎の状況です。東京行きが決まった万太郎は憧れの植物学者に会えると、どうやら舞い上がっているようです。一方綾はせっかくの縁談を破談にし、祖母滝をがっかりさせてしまうようです。酒造りへの情熱を捨てられない綾は蔵人の幸吉にとある相談を持ちかけるようですね。春になり万太郎は竹を伴い、いよいよ東京へと旅立ちます。史実通りなら万太郎が行く先はですね、第2回内国勧業博覧会という博覧会です。明治時代に開催された博覧会で、国内の産業発展を促進し、魅力ある輸出品目を育成することを目的として、東京上野で3回、京都大阪で各1回の計5回を政府主導で開催した、そういった博覧会のようですね。第13話は博覧会会場でです。汽車や蒸気船を乗り継ぎ、ようやく東京へ着いた万太郎と竹雄、二人が訪れた上野の博覧会会場には、見たことのない華やかな世界が広がっているようです。万太郎は峰屋の当主として酒の品評会に参加しますが、下校なのに無理して酒を飲んだため酔っ払ってしまうようです。会場の外に飛び出した万太郎はある女性と出会うようです。それは後に人生の伴侶となる末子だったようですね。
はい、ということで万太郎の伴侶となる末子役を演じるのは浜辺美波さんです。実際ですね、史実では牧野富太郎と妻末との出会いはドラマとはかなり違っております。これにはヒロイン役の浜辺美波さんを早く出演させたかった制作側の意図があったものと思われます。実際はどうであったかについては別の動画でですね、史実とのすり合わせ動画で詳しく説明していきたいと思います。第14話は竹雄の心配です。酒の品評会の翌日、万太郎は東京にやってきた一番の目的だった博物館へ足を運ぶようですね。そして憧れの植物学者である野田と里中に会うことができるようです。はい、ということで野田元吉役を演じるのは田辺誠一さん、里中義男役を演じるのは伊藤聖子さんです。野田元吉は万太郎が憧れる植物学者の一人、万太郎のために東京大学への紹介状を書いてくれるようです。一方里中義男もですね、万太郎が憧れる植物学者の一人で、少年時代万太郎が模写をしていた植物図の作者のようです。野田と里中は日本の植物学は始まったばかりであることや海外の植物学の事情などを万太郎に告げ、万太郎は大いに刺激を受けるようです。一方興奮冷めやらぬ万太郎の心が峰屋から離れてしまうことを竹雄は心配します。竹雄は草花のことは遊びだという万太郎の言葉に疑心暗鬼になるようです。第15話は末子との再会です。憧れの植物学者の野田と里中に会って以来、万太郎の植物への情熱はますます強くなるようです。万太郎の心が峰屋から離れてしまうことを案じた竹雄はその不安を万太郎にぶつけ、二人は激しい口論になるようです。東京滞在の最後の日に博覧会で出会った末子のことが万太郎は忘れられずにいて、万太郎は末子を探しに博覧会会場に再び足を運ぶようです。菓子の屋台で働く末子と再会を果たした万太郎は東京を立ち高知土佐へと戻るのでした。爛漫第3週では18歳になった万太郎が描かれていきます。ある日のこと、峰屋の酒を東京で開かれる博覧会に出品しないかとの話が舞い込み、万太郎は竹雄と共に上京します。そこでは酒の品評会のことより植物学者の野田や里中と出会えたことに感動し、ますます植物学へ傾倒していく万太郎が描かれていきます。また東京で人生の伴侶となる末子との出会いもあるようですね。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。